サタデーナイトスペシャルの一つ、フェニックスアームズ社の MP-25、サタデーナイトスペシャルとは、アメリカやカナダなどにおいて、低品質だが安価な小型拳銃に対する、俗称である。故障の由来は、1960年代のアメリカで、安価な拳銃による負傷者が続出した時期があり、それが、土曜夜に集中していたことを医師たちが、土曜の夜は、 大混雑だと揶揄したことからだという。その価値の低さ、低品質から、ジャンイコール、ガラクタ銃との別称でも呼ばれる。サタデーナイトスペシャルに関する正式な定義というものは、ないが、いくつかの銃規制法によれば、重身長が3インチ未満の自動拳銃、あるいは、全長6インチ未満のリボルバーで、有名メーカーの製品でなく、安価で、低品質のものと、 定義されていることが多い。価格はまちまちだが、安いものでは50ドル程度からあり、デリンジャーのように、おおむね100ドルを超えるバックアップ用の拳銃などは、小型であってもサタデーナイトスペシャルと呼ばれないことが多い。サタデーナイトスペシャルのほとんどは、22ロングライフル弾や、25ACP 弾、32ACP 弾といった比較的小型の実縫を使用する。 これには銃を小型化でき反動も少ないというメリットがあり、耐久性に、乏しいが安価でかつ大量生産に向く暗号近代カストをフレームやスライドに使用することができるからである。構成のものは少なく、アルカディアマシンツール、アイバージョンソン、ハーリントンリチャードソン、フェニックス・アームズ、ホップキンスアレンなどわずかであるが、強固な材質ゆえに、 380ACP 弾、9X19mm パラベラム弾、38スペシャル弾のような、比較的力のある実砲を使える銃も多い。ただし、これらの銃の多くは、素材として鋼鉄しか選択肢がなかった19世紀末から20世紀中頃に設計、製造された結果であり、意図的にダイカストなどの低耐久性素材を寄避したわけではない。また、 ニッケル仕上げのチープな外見ではあるが、構造や作りは比較的丁寧で、二流ではあるものの製品としてはしっかりしており、後発の製品と比較すれば粗悪品とは言い難い、銃が多い。中には、357マグナム弾、44マグナム弾、44スペシャル弾、45ACP 弾等の大威力実法も使える、サタデーナイトスペシャルもあるが、 口述の通り、構造と材質面から極めて危険な銃となるリスクは高くなる。回転式拳銃は構造の簡素化と故障低減を狙ってシングルアクションオンリーまたはダブルアクションオンリーの銃が多く、価格面からコスト高になるシングル、ダブル併用型は少ない。自動式拳銃は撃発機構がストライカー式、作動方式がブローバックの製品が多い。 部品が少なく安価にできるが、暴発の危険も伴う。蒸気の通り、安く作ることを優先した粗悪品であるため、命中率や取り扱いといった基本的な性能は、高価な拳銃と比較した場合では、見劣りがする。また材質や構造上の問題から耐久性に難があり、動作不良や暴発などのリスクの増大も否定できない。使用者の安全面や武器としての信頼性も含め、 多くの欠点があるにもかかわらず、サタデーナイトスペシャルは現在でも使い続けられている。これは安価で入手可能なことから、低所得者や誤芯に出費することを惜しむ人物などの需要が絶えないことが原因とされる。なお、中小メーカーが製造しておりわずかに知名度のあるものは蒸気の拳銃などであるが、いずれも日本では無名である。ほとんどがアメリカの会社でロームゲゼルシャフトは、 ドイツ、アームスコアは、フィリピンの会社である。アルカディアマシーンツール、アイバー・ジョンソン、ハーリントンリチャードソン・ファイアー・アームズ、フェニックス・アームズは、ヨーロッパで小規模のヒットを生み出し知名度がある。倒産することが多く、現存している会社は、上記の通りとなっている。サタデーナイトスペシャルを法律で規制すべきという意見があり、実際に、いくつかの州では、 所持や購入に対する規制がある。規制すべきとする意見は、これらの銃が小型であるため隠し持つことが容易であることや、安価な拳銃が簡単に入手可能であることが、殺人や強盗など凶悪犯罪の温床となり、治安悪化の一因となっているというものである。しかし、そのような規制は、治安の悪い地域に住むことの多い低所得層の人々が、 凶悪犯罪から身を守る手段を奪うものだとして反対する意見も根強い。ロックバンドのレーナード・スキナードが1975年にシングルヒットさせた曲サタデー・ナイト・スペシャルの歌詞は規制を支持した内容で拳銃は殺人以外の役に立たないと歌われている。 レーガン大統領暗殺未遂事件で犯人のジョン・ヒンクリーがサタデー・ナイト・スペシャルのローム MG-14 を使用したことが悪名を轟かせた。この事件と日本人留学生射殺事件をもとにブレーディ法が施行されたが2004年に延長されず執行となった。ありがとうございます。